スタジオジブリ作品の世界観を再現した愛知県長久手市にあるジブリパークできょう新エリアの魔女の谷が来月16日のオープンを前に報道陣に公開されました魔女の谷エリアは全エリアの中で最大規模で映画魔女の宅急便の劇中で登場するパン屋や映画ハウルの動く城で描かれた生き物のような形をした城などが展示されていますこれにより、 5つのエリアで構成されるパークは全面オープンとなります。